吉田です。今回は Amazon のカテゴリーメーカー出品制限の解除方法についてお伝えします。Amazon には個人でも簡単に出品することができますが、メーカーやカテゴリーによっては出品できないものもあります。しかし、ちゃんと手順を踏めば制限を解除して出品ができるようになります。 出品制限を解除できれば販売の幅が広がるため積極的に解除を行っていきましょうということで最後までお付き合いください。カテゴリー申請の概要や必要条件についてカテゴリー申請は年々難しくなるとは言っても不可能なわけではなく必要な手順を踏むことで誰でも許可を取得できます必要なことは手順に漏れがないように確実に申請をしていくことです 事前に許可を取る必要のあるカテゴリーとは事前に許可を取る必要があるカテゴリーは以下の通りです。コスメ、服、ファッション小物、食品飲料、ヘルスビューティー、ジュエリー、ペット用品、シューズバッグ、そして時計。申請するときはカテゴリーごとに一つずつの申請が必要ですが、一度許可されるとその後は審査なしで出品ができます。 カテゴリー申請時に満たしておくべき条件。申請をする前に3つの条件を満たす必要があります。大口出品者、特定商取引法に基づく表記の記載、請求書の提出、それぞれの項目を見ていきましょう。まず、大口出品者。amazon の出品には、大口出品と小口出品があります。大口出品者になって初めてカテゴリー申請が可能です。 次に、特定商取引法に基づく表記の記載。難しい響きですが、簡単に言うと、お店の名称や事務所の住所の記載です。その方法は、セラーセントラルの設定をクリックします。その後、出品者のプロフィールをクリックします。必要な事項を入力して、保存をクリックします。これで、特定商取引法に基づく表記を登録できました。最後に、請求書の提出です。 カテゴリー申請をする際には請求書が必要になります。レシートや領収書、さらに納品書とは異なるので注意してください。これらの条件を満たすとカテゴリー申請が可能になります。カテゴリー申請の手順を詳しく解説。許可申請の方法や手順を確認していきます。セラーセントラルからヘルプをクリックします。 在庫と商品情報から特定の商品の出品許可についてをクリックします。許可申請を希望するカテゴリーの出品要件を確認、または出品を申請をクリックします。出品する商品が新品で JAN コードがある場合や手元に商品がなく登録するだけの場合は以下の手順です。商品は全て新品ですかはいにチェックをします。商品に製品コード JAN がありますにチェックをします。 続けるをクリックします。いいえにチェックをしてから続けるをクリックします。画像をアップロードする画面まで、はいをクリックします。各項目に入力ができたら、申請を送信をクリックします。売上高の見積もり額には、1年間の売上見込み額をですね、入力します。続けて、店舗情報に特定商取引法に基づく表記をします。これで申請の手続きは完了します。 数時間後に審査結果がメールで届きます。メーカーによる出品制限を解除する方法。先ほどまではカテゴリー規制を考えてきましたが、今度はメーカーによる出品制限を考えます。これはメーカー側から正規の卸問屋か、卸問屋から仕入れている商品かを確認しないと出品ができない規制です。許可が必要なブランドやメーカーとは、 出品制限がかかっていて、許可が必要なブランドやメーカーは以下の通りです。ソニー、カシオ、ブラザー、ゴープロ、エルゴベビー、エプソン、DJI、パナソニック、キャノン、ニコン、リコ、ペンタックス、その他画面を確認してください。 はい。こちらも画面を確認してください。まあ、状況によってですね、許可申請が必要なブランドというのは変わりますので、まあ、随時確認をするようにしてください。最新情報ですね。はい。審査を通過するための必要条件。過去にカテゴリー審査を通過する場合には、以下の条件が必要だと言われていました。大口出品者、アカウントヘルスの注文不良率が1%未満。 出荷前キャンセル率が2.5%未満、出荷遅延率が4%未満。メーカーによる出品規制の場合には、メーカー側の裁量で判断されるので、決まった基準がないようです。しかし、アカウントヘルスを良い,い状態にするのは欠かせませんので、上記のポイントに重きを置いて、良い状態になるように努力をしてください。基本的には FBA 出品をしていれば特に問題がないはずです。 メーカー出品規制の解除手順を解説します。例としてニコンカメラで検索してみます。普通に出品可能なボタンがある商品も中古も出品できない商品もあります。メーカー制限が解除できると販売の、失礼しました。販売の幅が広がるので強いセラーになれます。メーカー出品制限の解除に必要な請求書について。 amazon ではメーカー、ブランド、商品単位でセラーが限定されている商品があります。出品規制を解除することで販売のチャンスを増やしていきましょう。えー、提出用の請求書が満たすべき条件。ネットで販売していない卸問屋の請求書。一般客に卸せる小売業者は不可です。レシート、領収書の提出。しかし、納品書は不可です。請求書の日付が90日以内のもの。 それから、仕入れ合計数量が30個以上。卸問屋の会社名、住所、電話番号、もしくは E メールが記載されている。Amazon 上の店舗名、住所、電話番号、E メールのいずれかが記載されている。Amazon テクニカルサポートからの電話に出る。仕入れする商品の数量ですが、1種類30個や3種類10個ずつなどにしておくと無難です。 さらにポイントとしてはネットでも販売していない卸問屋を見つけることです。卸問屋から仕入れればあとは請求書を発行してもらうだけなので容易な作業になります。アイタウンページなどを活用するとネットで一般客には販売していない卸問屋を見つけることができます。卸問屋サイトから購入して請求書を入手する。専門の問屋を探すために卸問屋サイトから検索します。 問屋を絞れば次に小売を行っているかの確認をしましょう。楽天やヤフーショッピングなどでお店を持っている場合には小売を行っているので請求書を審査に使うことができません。注意点として Amazon のアカウント名を請求先名義にしておくことです。せっかく仕入れをしても請求先名義が異なっていれば審査に使うことができません。 一つの商品を30個以上仕入れすれば問題なく審査のための条件を満たすことが可能です。提出する画像が満たすべき条件。提出する画像には以下の条件があります。出品申請をする際は最低1枚の画像提出が必要。メイン画像の背景は純粋な白を使用してください。純粋な白とは RGB 値が255255255であることです。画像ファイルは 最長辺で500ピクセル以上必要ズーム機能を実現するためには画像は高さ幅のいずれかが1000ピクセル以上必要です販売する商品のみが写っていること縁取りや装飾文字入れイラストは不可ですカラー写真であることイラストは不可です画像全体の85%以上を商品が占める必要があります商品を一方向から写した画像が必要です 別のアングルやクローズアップショットは不可です。細かい条件があるので、該当カテゴリーで販売されている商品の画像を利用する方も多いです。各カテゴリーで一度許可が下りると、同カテゴリーの他の商品も販売可能になります。まとめです。Amazon が出品制限をしている今はいかに対応して制限を解除していくのかが Amazon 販売で成功するためのポイントになります。 日々変化する条件にうまく対応して Amazon での販売を成功させてください。ということでチャンネル登録お願いします。